私は釣り動画も投稿させていただいてるんですけども、合わせてディズニーランドとか、趣味のキャンプとかキャンピングカーとか、そういった動画も上げておりますので、興味のある方はご視聴いただければ幸いです。今日は棚ご仕掛けでやってみたいと思います。鑑賞ケースと水汲みのバケツを忘れてしまったので、今日は釣ったやつはすべて逃がします。残念です。釣れました。コブナですね。コブナ2匹目です。カメラピンボケになってましたね。来ました。来ましたね。及川ですね。先日ここで70匹以上釣ったので、魚の方も警戒してるかもしれないですね。来ましたね。及川ですね。これは何でしょう。コブナです。指3本分ぐらいの大きさでした。あ、来ましたね。これも及川とかその辺りですね。及川でした。あまり大きい魚が釣れないので、棚ご仕掛けぐらいで敏感な仕掛けがいいかもしれないですね。来ましたね。これも及川あたりかな。及川ですね。ああ、逃げられました。来ましたね。なかな。コブナです。指3本分ですね。そこで魚が泳いでいるのが見えますね。来ましたね。もう一回引け。よし、これだ。あ、ダメだ。これはフナかな。先ほどのよりもちょっと大きめです。指4本ちょっとかけるぐらいですね。あの辺りに行くと反応がありますね。残念。よし、来た。来ましたね。これはフナですね。はい、コブナです。指3本分ぐらいですね。
れました。フナの子供、コブナですね。指3本ちょっとかけるぐらいの大きさかもしれません。来ました。これ、ああ外れました。残念。先日この辺りで釣っていたら、釣り系 YouTuber の埼玉の片隅さんが釣りをされてまして、お声掛けしたんですけど、なんか嬉しくなりました。でここで釣っていると、山かがしや青大将、昨日か一昨日はイタチが目の前を通っていきましたね。地元の方のお話だと、今釣っているのがちょっとした橋の下なんですけど、そこの橋をくぐるようにしてカワセミが魚を狙ってくるという話です。上げさせていた動画に、70匹以上釣った時の午後編にカワセミを撮影することができたので、そちらに載っています。お時間があるときに見てください。ああ外れましたね。どうも下手だな。ああまた外しました。引いてますね。当たりがありますね。上げてみましょう。あ、ダメでした。引き込んでくんないかな。あ、来た。あ、外れちゃった。全く反応しなくなりました。これはあかんないな。今度こそ来た。よしよしよし。これはフナかな。フナですね。はい、指3本分ぐらいですか。あなたのことをお待ちしてましたよ。用水路の脇に椅子を据えて座っていると、地元の方がたくさん話しかけてくださいます。ここは 40〜50センチの鯉がいるんだよとか、釣りをするならあっちの水路がいいよ、こっちの水路がいいよということを教えていただきます。お年寄りが中心なんですけど、話してて本当に楽しいですね。やっぱ刺しは引き込むぐらいがちょうどいいのかな。先ほど短波放送で J アラートか何かが鳴ってたんですけど、よく聞こえないので、本当だったらどうしようかなと思いながら今竿を出してます。おまけに今サイレン鳴ってますので、あ、釣れました。指2本半分ぐらいですね。かかりました。及川とかそういう系ですね。及川でした。かかりましたね。船ですね。指3本分ぐらいのフナです。
こは確かに鯉がいまして、時々水面が鯉が泳いだ後揺れるので、ああ鯉いるんだなって分かります。引っ掛けたこともあるんですけど、とてもじゃないですけど、仕掛けが違うし糸も細いので全部ダメです。来ました。ああダメですね。上がったと思ったんだけどな。これ大丈夫でしょ。なんだろう。あ、船だ。外れて落ちて泥だらけになってしまいました。ごめんね。あ、反応してます。上がるでしょう。あ、外れた。船でした。引くのを楽しんでいる余裕はなさそうですね。外れちゃうと寂しいです。